トピックマップは情報のファインダビリティに注目した知識の表現と交換に関する ISO 標準。標準としての正式な番号は ISO, IEC13250-2002。トピックマップで情報を表す要素としてトピック、関連、出現がある。多くの面でリソースディスクリプションフレームワーク、セマンティックネットワーク、概念地図、マインドマップに似ている。 利用法にも共通点が多いが、主に W3C によって Web 標準として標準化される。セマンティックウェーブ関連の技術に比べ、トピックマップだけが ISO によって標準化されている。トピック、関連、出現には片付けが可能だが、型はトピックマップ作成者が定義しなければならず、トピックマップのオントロジーと呼ばれる。追加機能として、マージとオンスコープがある。 マージによって複数のソースから一貫した新しいトピックマップを自動生成できる。トピックマップの交換用標準形式は XML ベースであり、XML トピックマップスと呼ばれる。また、デファクトスタンダードの API として、コモントピックマップアプリケーションプログラミング、インターフェースがあり、ISO 内部で問い合わせ言語とスキーマ言語を開発中である。使用の要約には、 以下のように記されているこの仕様はトピックを定義するのに使われた情報リソースとトピック間の関連の構造を表すモデルと文法を提供する。名前、リソース、関係はトピックと呼ばれる抽象的主体の特性ということができる。トピックはそのスコープ内に特性群を持つ。この文法を使用して相互に関連付けられた文章をトピックマップと呼ぶ。 リニアトピックマップ、のタチオンというフォーマットは通常のテキストエディタでトピックマップを簡単に書くための形式である。個人的に簡単なトピックマップを書いたり、電子メールで部分的トピックマップを交換するのに便利である。このフォーマットは XTM に変換可能である。アストマというフォーマットも同様の用途に使える。こちらも簡単かつ簡潔に、 トピックマップを書くことができ、XTM に変換可能である。また、パールモジュール TM は、アストマや LTM を直接扱える。ありがとうございます。